特攻隊で死んだ友達のことを忘れねえとかなんとか散々かっこいいこと言って、それだけで消えちまっていいんですかね。私はもう特攻隊を口にはしない。ところがそうはいかないって言ってんですよ。行くも行かないもん。あの頃は純粋だった。生き死にを本気で考えていた。日本を命を懸けて守る気だったとか、いいことばっかし並べていなくなっちまっていいんですか。そりゃ昔のことだから懐かしくて綺麗に見えるのはしょうがないよ。俺だって小学校の頃のことを思うと今のガキよりもマシな暮らしをしてたような気がするもんね。だけど懐かしいようなことを言いまくって消えちまっていいんですか。戦争にはもっと嫌なことがあったと思うね。どうしようもないなと思ったこととか、そういうこといっぱいあったと思うね。戦争に反対だなんてとっても言える空気じゃなかったって言ったね。大体反対だなんて思ってもいなかったって言った。いつ頃からそういう風になっていったのか俺はとっても聞きたいね。気がついてみたら国中が戦争をやる気になっていたとか、そういう風にどういう風になっていくのか、そういうこと司令をまだ何にも言わないじゃないか。どうせ昔のことを喋るんだら、こういうふうに人間っていうのはいつの間にか戦争をやる気になっていくんだっていうところあたりを喋ってもらいたいね。そうじゃないとよ、俺たち本当のところ戦争っていうのはそんなにひどいもんじゃないのかもしれない。案外勇ましくていいことばっかしあるのかもしれない。思っちゃうよ。